さあ今回のうどんマップは赤村からスタートしたいと思います。いやね、のどかな景色とね、鳥のさえずりも聞こえる場所なんですが、これちょっと見てくださいよ。この駅名看板なんですけど、赤駅、この看板の色が赤なんですよ。普通これ白に黒文字ですよね。うどんマップはね、赤がメインカラーでやってますんで、ちょっとこのご縁を感じるこの赤村から、まずはうどん人探ししたいと思います。行きましょう。天気もちょうどいいし最高やん。この赤駅のすぐ近くがもう赤村役場なんですよね。すごい、村役場も赤ですね。ね誰かいるかな。お、村の方、こんにちは。あ、役場の方ですか。あ、そうですか。いや、ちょっと役場の人だったら、もしよかったらですね、ちょっとおすすめのうどんを。あ、私赤村の住人じゃないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですね。誰か呼んできましょうか。あ、でも、あ、でも、え、親切にも他の職員さんに声をかけていただけるとのこと。しばし待ちます。こんにちは。よく見てます。あ、ありがとうございます。課長、課長は赤村の方ですか。赤村です。お、赤村、はい、ぜひちょっと課長のおすすめを。亀さんしか知らんない。亀さん、お、亀さん、一度取材させていただいて、シーズン2ではまだ行ってないんですよ、このうどんマップの。そうなんですよ、うん、亀さんがいいと思います。お、そのなんかちょっと情報提供しちゃって、うん、あ、いっぱいいらっしゃった、うん、あ、皆さんはあれですか、その観光っていうか、その何の課なんですか。その自分は産業建設課です。あ、建設課。総務課長。あ、課長、はい、総務課長、はい、お世話になります。いや、今日は赤村でうどんマップの撮影がスタートして、はい、ちょっともしよかったらおすすめ。うどん亀。あ、亀さん、お、亀さん、やっぱり、はい、あ、観光課の、あ、すごい、いかにもパンフレット、はい、あの今日がですね、はい、営業してるので。あ、本当ですか。はい、11時から。あ、11時からですか。あ、さすがですね、皆さんのおすすめ。亀定食、亀定食、うどんと、はい、あのおでんがついてます。おでん、おでんが、おでんもありましたっけ。はいはい、亀定食は、そうやってます。赤村役場の課長コンビ、うどん人一押し、うどん亀に決定です。じゃあここから歩いてうどん亀さんに行きたいと思います。お店までは徒歩で17分。途中山道へ入り、開けた場所に出ると見えてきました。あそこに登りがありますね。うどんの旗めいております。うどん亀って書いてあります。ここですね。よし、ちょっとじゃあ取材。こんにちは。あ、こんにちは。取材交渉行こうと思って。あ、以前は、まあ、ありがとうございます。あ、もちろんでございますよ。あ、どうも、大将もご無沙汰しております。役場の方とかにも、町の方に聞き込んだら、やはりうどん亀さんが美味しいというふうにお勧めしてもらって、はい、いいよ、いいですか、取材。 ありがとうございます。すいません、取材 OK いただきました。ありがとうございます。県道行橋添田線沿いの山あいにあるうどん亀。仲良し親子3人でお店を切り盛りしています。ちょっと今日ですね、亀定食をお勧めしてもらったんですよ。ついてくるのはうどんとなんかおでんって聞きましたけど、はい、じゃあちょっとボリューム満点の一杯でお願いします。ありがとうございます。おいしそう、来ました、亀定食でございます。いいですね。まずこのうどんですね。このごぼう天がね、この細切り糖で肉もたっぷり入ってますんで、あとこれですね、おでん。いや、おいしそう、色がいい感じで、あとはまあサラダだったりね、小鉢が何種類かお漬物なんかついて、まあ、一緒にこういうご飯もついてるという定食です。ちょっとじゃあうどんから。おー、いいですね。わ、いい、この透き通ったね。あー、美味しい、結構すっきりですね。うん、だしの味がしっかり引き立つよう調味料を抑え、昆布と鰹節、味噌をベースにしています。
そして麺にもこだわりが。わあ、来ました。美味しそう。めちゃくちゃ美味しい。うわ、びっくり。すごい美味しいですね。前って麺違いましたよね、確か。そうです。前はあの冷凍麺を使ってたんですけど、はあはあ、ちょっとお店のちょっと特徴だそうで、父があの、はい、手打ちのそばやってるので、はあはあ、じゃあ私が手打ちのうどんをしようって言って、はあ、娘さんがじゃあ今は、はい、うどんを手打ちで、はい、すごいですね。ちょっとこう打ち方はあの父に習ったりとか、はいはい、食べ歩いてどんな感じで打ってるのかなって見たり。なるほど、見学して。はい、そうです。手打ちうどんに続いてはおでん。あきらくんは筋と卵をチョイス。うわ、おいしい。うん、このコリコリ感がなんかすごい僕は好きです。肉々しいね。え、5種類から選べるおでん。時期によってはタケノコなどの旬の具材があることも。完食しました。いや、この娘さんが手打ちしたうどんと、もうおでんも絶品で大満足の定食でございました。ごちそうさまです。本当にありがとうございました。今日はだからどっか解いてこい。じゃあ最後に引いていただけますか。はい、お願いします。もうお好きなところでお願いします。はい、さあどこだ、どこだ。でカマ来ました。カマシでございます。カマシ、まあ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 近いですね。じゃあこの後はカマシに行きたいと思います。すいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。まずは最寄りのゆすばる駅まで歩いて向かいます。ゆすばる駅を後にしておよそ1時間15分釜石役所に一番近い下鴨駅へ。さあさあ到着しました。釜石の下鴨駅ですね。じゃあ到着したところで次のうどん人を探したいと思います。行きましょう。とりあえずここから釜石役所方面に歩きながら探しましょうかね。すると程なくして男性が声をかけてくれました。あ、町の方にちょっとおすすめのうどんを聞き込みしてて。うどんやったら、はい、味よし。味よし一回行きましたね。はいはいはい、いろいろなんか食堂みたいな。そうですね。でもなんか特別のうどんみたいなの作ってもらってなかったですからね。そうですそうです。確か、いや最後僕が名前をつけたんですよ確か。そうそう、ちゃんとあの札にペンで書いて命名岡澤明でメニュー確か書いた。今から4年前若かりし明くんがお邪魔した味よし。すぐ取材 OK いただきました。裏メニューじゃないですけど、ちゃんぽんのうどん麺のちゃんぽんっていう食べられる方もいるんですよ。お、当時メニューにはなかったうどん麺を使ったちゃんぽんをうどんちゃんぽんと命名した明くん。直球すぎるネーミングセンスですが、直筆のお品書きを店内に並べてもらいました。うどんちゃんぽんの僕が書いたお品書きまだありました？なんかあったと思います。ありました。ちょっと、はい、ちょっと定かではないですけど。あったと思いました。怪しいな、これはもしかしたら僕の字あんまり上手じゃないから撤去されたかもしれない。あったと思います。確認しに行きましょう。あのお品書きの今が気になるうどん人おすすめ、味よしに決定です。お店までは歩いて向かいます。ここですよ。あ、行ってるか。お面かかってますね。ここですよ、味よしさんですね。ここですね。あ、こっち、あ、いらっしゃる。あれ、あ、ご無沙汰してます。どうも、お久しぶりです。お久しぶりです。うどんマップの岡澤です、はい、いやいや、マスクはいいでしょう。大丈夫です、ね、いや今ですね、はい、ちょっと釜石の方で、はい、うどんマップの撮影をいろいろ回ってて、はい、でこの味吉さんが、はい、あのまたおすす美味しいというふうにお勧めしていただきまして。あ、全然全然、あ、大丈夫ですか。いいんですか。取材 OK いただきました。ゆっくりやるんでどうぞ。釜石にあるお食事処味吉。
60年以上地元の人に愛されるお店です。早速気になるお品書きについて尋ねると、あの命名したあれは、それがですね、はい、ちょっと4月から値上がりしたんですよ。ああ、そういうことか。大将が外してるんでどっかに眠ってると思います。どっかに眠って、あ、大将帰ってきました。あ、本当ですか。ちょうど大将、大将どうも、こんにちは。ちょっとよかったらこちらに。あ、前回不在やったんですよね、僕が。そうそう、いや、大将どうも、前回は大変お世話になりました。 ありがとうございました。いい、書いてもらった方が。そうなんですよ、僕が書いたやつがあるかなと思ったんですけど。ちょっと待ってください、ちょっと、はい、あ、でも全然値段がですね、変わったくてですね、そんなところに。おかしいな、あれ。あれなかったらないで、ちょっと、はい、何個かは割れちゃって、割れちゃった、割れちゃって、その中の一つに入ってたりし、割れちゃった、はい、割れちゃったか。お品書きは変わりましたが、うどんちゃんぽんの味は変わらず今も人気。お近くにいらした際はぜひご賞味ください。まあ、前回うどんちゃんぽんいただいたので、今日はちょっと違うメニューを、人気のものとか、オーソドックスにうどん、肉うどん、かけうどん、つきうどんっていうのがあるんですけど、うちカレーうどんっていうのもありまして、結構隠れてコアなお客様がカレーうどんだけしか食べないっていうお客様が結構、カレーうどんを今日はじゃあいただいてもいいですか。どうぞ、はい、ありがとうございます。すいません、お願いします。ちなみにですね、販売室のコロッケもう出たらすぐ完売しちゃうほど、そんな人気なサービスで、ちょっといいですか、はい、いいですか、お一つ。ありがとうございます。コアなファンに人気というカレーうどんとは、はい、すいません、お待たせしました。ありがとうございます。お、来ました、はい、オッケーですね、どうぞ。なるほど、こういうことですか、はい、なんかこういう、ね、なんか昔懐かしの雰囲気と言いますか、はい、うん、緑色入ってるネギ、ネギと牛肉で、ね、ネギと牛肉が入ってるんですね、はい、うわ、めちゃくちゃ美味しそう。ありがとうございます。いただきます。よいしょ、うわ、いい、おお、ネギもたっぷりですね。うわ、いいですね。はあ、うわ、うわ、おいしい。もう懐かしのカレーうどんっていう感じで、はい、牛肉とネギのみで、はい、調理してまして、はい、ね、炒めるときにネギも一緒に炒めて香味を出すように、先に牛肉と一緒にさっと炒めるんです。炒めてそれが入ってるわけですか、はい、そうです。はー、ネギ自体のじゃあ香ばしさっていうのも、はい、じゃあここにプラスされてるわけですね。なるほど、はい、めちゃくちゃ美味しい。うわ、うん、うん、うわ、とろける、おいしい。麺もほんと柔らかい、はい、そうです、ふわふわもちもちの中太麺を使わせていただいてますね、はい、それとこれがもう即完売になってしまうという、はい、コロッケですか、はい、大きいですね、1個がね。あ、そうですね、なんかたっぷりあのポテト詰まってます。うわ、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 これは美味しい。ありがとうございます。じゃがいものこのホクホク感、はい、もう本当とろけるような、はい、これがたまんないですね、はい、亡くなったおばあちゃんが開発したんですけど、そうなんですね。そうです、でも おばあちゃんがやっぱり亡くなっちゃって、自然と僕たちも作らないようになっちゃって、でもやっぱおばあちゃんはずっとこれ出してほしいだろうなと思って、あ、で、いや、絶対そのタイミングだと思って。なるほど、はい、毎月120個ほどを月の初め頃に販売するので、食べたい方はお早めに。あー、完食しました。じゃあ大将、はい、うどんくじで次の行き先を決めていただきます か、いいですか。お願いします。はい、はい、行きます。こっちでか、そっちでか。はい。さあ来ました。ででん、来ました。お、福岡市早良区でございます。おお。このくじ引きルールが導入された初めて行く地域ですからね。いいところを引いていただきました。はい。はい。じゃあ次は福岡市早良区からスタートしたいと思います。はい、